タングステン、または、ウォルフラムは、原子番号74の金属元素であり、クロム属元素に分類される。元素記号は、W である。タングステンの原子量は183.84で、その単体は、銀解色で重く、比重は19.3である。比重が金に近いため、金の延べ板の偽造に用いられた事例がある。科学的には、比較的安定で、 上圧における融点は、摂氏3380度で、沸点は、摂氏5555 55度である。金属の単体では最も融点が高く、金属としては、比較的大きな電気抵抗を持つ。なお、タングステンは硬くて脆いというイメージが持たれている。ものの、これは不純物が混じっているためであり、高純度なタングステンは柔らかい。ただし、これ以降は特に断りがない限り、 高純度ではないタングステイやタングステンの化合物について記述する。タングステン酸ジオからなる鉱物をタングステン酸塩鉱物と総称する。イオモシコ4、鉄オモシフューオ4、マンガンオモシマオ4などが挙げられる。鉄オモシとマンガンオモシを総称してウルフロマイトを4という。タングステンには 158W から192。 ワットまで35種類の同位体が知られており、このうち180ワット、182ワット、183ワット、184ワット、186W が天然に存在する。すべての同位体が放射性隠しと考えられているが、いずれも極めて半減期が長く、崩壊が観測されたことはない。計算上では、1ムのタングステンは2日に1個の原子が、 崩壊しているはずだと考えられている。タングステンの融点の高さと電気抵抗の大きさを活かし、電球のフィラメントとして利用されてきたが、LED の普及によりこの分野の使用量は減少してきている。融点の高さを利用した他の用途としては、電子顕微鏡や電子線描画装置の電子線発生の電極や、ティグ溶接の非消耗電極の素材、またはプラズマアーク溶接、 プラズマ切断の電極のように、高温にさらされる電極の材料に用いる場合がある。他に、真空蒸着による薄膜形成の際、薄膜の素材となる金属の加熱、溶油、保持に使用される。また、高温強度が強く、熱膨張係数は金属のうちでは最も小さいため、耐熱性の要求される分野でも用いられる。鉄タングステン合金や炭化タングステンは、 非常に高度が高く摩擦熱にも耐えるため、切削用工具などの工具の材料として用いる場合がある。他に、比重が大きく高い高度を利用して装甲を打ち抜くための砲弾の材料としても用いられる。特に戦車の持つ固く厚い装甲を貫通するための鉄鋼弾の弾芯に用いられる。こうした鉄鋼弾の材料として、その後、 比重が大きくある程度の高度も有する、劣化ウラン合金も使用され始め、タングステンと競合している。密度の高さを活かして、X 線を遮蔽するための材料として用いる場合も、ある。また、野生動物への鉛害防止の観点から、狩猟用の散弾銃の弾丸や、釣り針の重りなどとして使われてきた鉛の代替品として注目されているものの、タングステンは、 鉛より高価である上に、鉛より加工が難しいといった理由で、その普及は進んでいない。タングステンの1年間あたりの産出量は、中華人民共和国が5万2000トンで、世界の産出量の8割以上を占めており、ついで、ロシア連邦、カナダ、オーストリアなどで多く産出される。産業上、軍事上で重要性の高い金属ながら、地球の近くにおいて、 濃度の低い元素であり、産出地も偏在している。日本においても多くを他国からの輸入に頼っている状況であるため、国際情勢の急変に対する安全保障策として、国内消費量の最低60日分を国家備蓄すると定められている。1781年に、スウェーデンのカールビルヘルムシェーレが灰おもしから、酸化タングステンの分離に成功し、タングステン酸と命名した。 1783年に、スペインのファン・ホセとファウストのエルヤル兄弟が、タングステンさんを木炭で還元して、初めて単体を得て、ウォルフラムと命名した。タングステンとは、スウェーデン語、デンマーク語、ノルウェー語で、重い種という意味である。元素記号の W はドイツ語のウォルフラムにちなむ。これは、タングステン鉱石ウルフレミットから来ており、これが、鈴鉱石の中に混入すると、 スラグを作って、鈴の生成を阻害するため、鈴を狼のようにむさぼり食べるという意味で命名された。1980年頃までは中華人民共和国の産出量も世界の5割を切っていたものの、20世紀終盤はタングステンが比較的低価格で、他国のタングステン鉱山が閉山し、中華人民共和国に採掘が集中した経緯がある。 さらに21世紀に入り、中華人民共和国でのタングステンの需要が高まると、陶器を行って、いわゆるマネーゲームによって利益を上げようとするもの,の資金がタングステンの市場にも流入し、価格が釣り上げられた側面があり、2005年には取引価格が2倍以上に上昇した。アメリカ合衆国では2010年に、今後民主共和国及び周辺国で、 紛争地域のテロ活動の資金源となっている鉱物、いわゆる紛争鉱物に指定され、製品に使用する企業は、アメリカが集国証券取引委員会に報告義務が課された。日米王からの提訴を受けて、世界貿易機関が協定違反と断じたため、2015年に生産をほぼ独占していた中華人民共和国は、タングステンとレアアースとモリブデンに付加していた。 輸出税と輸出数量制限を廃止した。常温常圧における金の比重は3桁の精度では19.3である。鉄鋼弾とは装甲を持つ攻撃目標を破壊するための特殊な対戦車砲弾であり、タングステン合金製の芯や貫通体を持つ高速鉄鋼弾、アップズアップフスズなどを含む。タングステン合金製の弾芯は、 劣化ウランを主原料とする合金より高度が高いが、効果であり、劣化ウラン弾の場合、命中時に放射性と重金属毒性のある粉塵が、舞うために、それによる汚染の問題もある。ホワイトーズタングステンノットキック、アップアンエレクトロンフロムザイスサブレベル。2008年6月15日閲覧。マグネティックサセプティビリティ、オブザエレメンツアンドインオーガニックコンパウンズ。 アーカイブド2004年3月24日、アット・ザ・ウェイ・バック・マシン、イン・ハンドブック・オブ・ケミストリー・フィジックス81、ショートトン・エディション、CRC プレス、金の延べ板の偽造工場を摘発、ブローカーの男ら6人逮捕、アサヒドット・コム、オリジナルの2007年6月6日、時点におけるアーカイブ。 https://web.archive.org/web/20070606070857/http://www.assahi.com/.national/.update/.0605/.osk200706040125.html2016 年12月5日閲覧 タングステンの特徴株式会社アライドマテリアル。www.allied-material.co.jp2020 年5月21日閲覧。桜井博士、元素111の新知識講談社。1997年10月20日。305ページ。ISBN4 から06から25万7192から7。 タングステンの基本物性油点、比重、電気抵抗など、竹石電気株式会社。www.takeishi.co.jp。2020年5月21日閲覧。日本タングステンタングステンのすべて、桜井博士、元素111の新知識講談社。1997年10月20日。304、305ページ。 ISBN4 から06から25万7192から7。小谷太郎、周期表ですらすらわかる。元素のすごい話危ない話青春出版社。2011年8月20日。102、103ページ。ISBN978 から4から413095167。小谷太郎、周期表ですらすらわかる。 元素のすごい話危ない話青春出版社2011年8月20日103104ページ ISBN 978から4から413095167米国における紛争鉱物に関する開示規制の概要経済産業省2016年6月3日閲覧中国のレアアースと原材料3品目に関する 輸出税が廃止されます。経済産業省。http://www.meti.go.jp コロンススララッッシシュスラッシュプレススラッシュ2015スラッシュ05スラッシュ20150501001スラッシュ 20150501001.html2018 年3月24日閲覧。ありがとうございます。